県内のヘリポート施設に不審者が侵入したことを想定した訓練が今日芳賀町で行われました。不法に侵入者発見、直ちに警察に電話してください。訓練は芳賀町にある県の航空施設栃木ヘリポートで行われ、県の職員や警察官など合わせて30人が参加しました。刃物を持った不審者が施設に侵入した想定で行われました。職員は通報してから警察官が到着するまでの間、さすまたを使って時間を稼ぎ、駆けつけた警察官が不審者を取り押さえるまでの一連の流れを確認しました。続いて参加者が警察官から防犯機材の使い方の説明を受けた後、実際にさすまたを使った訓練が行われました。警察官から構え方や握り方のほか、不審者となるべく距離を取ることが大事などと使い方のコツが伝えられました。県によりますと、これまで栃木ヘリポートでは警察と連携して図上訓練を行ってきましたが、万が一の場合に備えて実動訓練を初めて行ったということです。誰がどのようにどこにっていうのをもう一回改めて確認をしなくてはいけないのではないかと思いました。大きな空港にあってはそういったものの危険性というのは、海外にあってもですね、いろいろと言われているところでありますし、栃木ヘリポートにつきましてもですね、空港、同じような空港ということで、危険性は同じようにあるということで、同じ心構えを持ってやらなくてはいけないというふうに考えております。